アレクサンドル・イバノビチ・オルロフは、帝政ロシア時代から、ソビート連邦時代にかけて活躍した、ロシアの指揮者、音楽教師、ロシア連邦共和国人民芸術家、モスクワ放送公共楽団の初代音楽監督を務めた、サンクトペテルブルクに生まれる。サンクトペテルブルク音楽院でバイオリンを、ピョートル・クラスナクーツキーに、音楽理論を、アナトーリー・ヤードフ。 ニコライ・ソロビオフに支持し、さらにベルリンでパウル・ヨーンに指揮法を学んだ。帰国後の1907年より主にオデッサ、ヤルタ、ロストフなどヌ、キスロボツクといったロシア帝国南部の都市で指揮活動を行う。またジミーン・オペラでの指揮も行い、バリトン歌手のマクシミリアン・マクサーコフとの協力関係も築いている。 1912年から1917年までは、モスクワで、セルゲイ・クルセビツキーのオーケストラの指揮者を務め、同時にオペラ制作も行っている。1925年から1929年に、かけて、ウクライナ国立歌劇場の主席指揮者を務めるとともに、キエフ音楽院で、教授職につき、ナタン・ラフリンラを育てた。1930年に、モスクワに移り、 新設されたモスクワ放送交響楽団の初代音楽監督に就任、アンサンブルの礎を築き、同時代のソビエト作曲家の作品を数多く初演し、放送やモスクワ音楽院でのオペラ上演も精力的にこなした。モスクワ放送あるいはボリショイ劇場のアンサンブルを指揮したオペラ録音が多く残されている。1948年にモスクワで没し ノボでビチ墓地に埋葬された。以下はメロディア録音。他の指揮者が指揮した部分を交えた録音となっている。読書者と共に初演を務めている。ありがとうございます。